宇宙開発が盛んな時代、スペースコロニーで何不自由なく暮らしていた私たち7人と1匹は、修学旅行に出発したその日に宇宙の嵐に遭い、見知らぬ惑星に流れ着いた。そして私たちのサバイバルが始まった。この空が、この風が、この色が、もし消えてしまったら、僕らは、僕らはどうなってしまうんだろう。この海が、この星が、この夢が、この時湖の発見は私たちにとって大きな収穫だった。でも日差しは強く、森の中は湿度も高くて、その中を3時間もかけて往復するのはとても辛いことだった。なんだよ、今邪魔すんなよ、俺が先に飲むんだ。もっと水くれよ。ダメだ、残りが少ない。どうせ今日も組に行くんだろ。その前にやることがある。なんだよ、やることって。これだよ。ん？ゴムボートじゃないか。そうさ、大きな穴を掘ってその穴にこれを敷くんだ。わかった、そこに水を溜めるってわけね。正解。それやったら何回も水汲みに行かんで済むもんな。持ってきたよ。ありがとう。僕のは？え、もうないけど。じゃあそれよこせ。それは僕が使うんだ。よさないか、ハワード。おお、こっちの方がいいや。助かったぜ。これも…大事に使ってくれよ。このお前、誰に向かってそんな口聞いてるんだ。
ハワード、お前は向こうを掘るんだ。うるさいな。大体お前は何なんだよ。自分は何にもしてないのに偉そうに指図ばかりしやがって。お前がそう取るのは勝手だが、みんなを統率し正しい指示を与えるのがリーダーとしての私の役目だ。お前がリーダー？誰がそんなこと決めた？修学旅行の続きやってんじゃないんだぞ。じゃあどうしたいんだ？僕がリーダーをやる。お前が？リーダーに最も適さないのは自分勝手で臆病で統率力のかけらもないお前のようなタイプだ。なに二人ともやめて。そうだよ。だったら誰がリーダーに適しているかしばらく様子を見てから決めようよ。そうね、賛成。うん、カオルもそれでいい？ああ。じゃあ決まりね。いいだろう。湖へ出発だ。気ぃつけてな。水を確保したら、その飛び跳ねを捕獲しよう。え？飼うの？食料だよ。ここにみんなで来るのも久しぶりね。あ、そうだ。シャーラ、この湖にも名前つけてくれる？そうね、妖精の湖、フェアリーレイクってどうかしら。フェアリーレイクか、いい名前ね。やめて。どうしたの？ルナ？ちょっと見ろ、果物があるぞ。本当だ。魚もいるわ。どうしたの？あれがルナの言ってた木よね。うん、大きくてどっしりしてて、なんか優しく包んでくれる感じ。じゃあ、あの木の名前は？そうね、大いなる木。大いなる木か、とってもいい名前だと思う。へえ、シャーラって詩人なんだね。ねえ、いっそのことあの木の上に家を建てたらいいんじゃないかな。無理に決まってんだろ。行ってみようよ、大いなる木に。うん。見ろ、この足跡。この形、シャトルの周りに残っていたものと同じだ。じゃあシャトルを襲ったのはこの前見たあの巨大な生き物だったのね。確かめなかったの？あの時はそれどころじゃなかったんだよ。そっか、やっぱりここに住むのはちょっと危険かも。オオトカゲもいるんだからな。水も果物も豊富なのに。
気をつけろ。少しこぼれたぞ。ごめん。シンゴだってわざとやったわけじゃないんだし。一人の失敗で全員が迷惑をこむるんだ。もしここでこぼしてしまったら、また湖まで戻らなければならない。わかった、気をつけるよ。これで当分水の心配はいらないな。とはいえ十分な量とは言えない。飲みたい時には私に許可を取ってほしい。これはどうする？ペットボトルは各自1本ずつ配布する。それぞれ管理してくれ。果物は夕食にする。こんだけじゃ足りないぜ。私シャーラと一緒に果物を探してくるわ。うん。ではカオル、シンゴ、ベルは魚を頼む。わかった。僕は飛び跳ねだ。なんたって漁の経験があるのは僕だけだからな。単独行動はやめてもらう。私も同行する。ああ、勝手にしろよ。ただし足手まといになったら置いてくからな。結局収穫はルナとシャーラが見つけたキノコと木の実だけか。ジャコ、調べてみて。よっしゃ。あかん、これ毒キノコや。これが？こんなにうまそうなのに。見た目で判断したらあかんで。これもあかんわ。そっか、がっかりだね。じゃあ食べられるのは今日湖から持ってきた果物だけってわけだ。またそれか。僕は肉が食いたいんだ。肉か。僕は目玉焼きを乗せた大きなハンバーグが食べたいな。肉汁たっぷりの分厚いステーキ、カリカリに炒めたベーコン、じっくりと煮込んだビーフシチュー、たまらない。想像力だけは一人前やな。何この。果物もここにあるしかないんだ。明日は必ず食料を確保しよう。あー、もう肉だ肉だ。肉が食いて。あかんあかん、消えた、あかんで。水溜めた途端に雨や。行くつもりだ。食料を探してくる。全員中で待機と決めたはずだ。自分の身は自分で守る。統率が乱れる。認めるわけにはいかない。こりゃいいや。なあ、こういう時リーダーはどうするんだ。カオルに与える罰則でも考えるのか。でもここには生徒会はないぜ。生徒会長さん、ハワードよしなさいよ。うるさいな。こっちは腹ペコでイライラしてるんだ。俺もちょっと出かけてくる。何が起きても知らないぞ。うん。いいのか。警告はした。私も果物探しに行っていいかな。危ない場所には行かないから。好きにするがいい。
僕とシャーラもルナについていくよ。3人の方が安全だし。おい。ベル。やあ、どうだった？果物の方は。それが全然。そうか。この穴は何？罠を作っているんだ。罠？もしかして飛び羽を捕まえるための？うん。捕まえてどうするの？殺すの？あんな可愛い動物を。何甘いこと言ってんだよ。今日も収穫ゼロだったんだぜ。飛び羽だろうがオオトカゲだろうが、殺して食わないとこっちが死んじまうんだ。私もハワードの意見に賛成だ。でもかわいそう。スーパーで買った肉を食べるのは平気なんだろう。そうだ、カオルの言う通りだぜ。待って、みんなの言うこともわかるけど、シャーラの気持ちも分かってほしいの。だって私たち今までこんな経験したことないんだもの。ハワード、急げ。2日もろくに食べてないんだぞ。力が入るわけねえだろうが。ハワード、何してる？置いてくぞ。シャーラ、すごいじゃない。頑張ってもっと探さないと、飛び羽が殺されちゃう。シャーラ、結局シャーラが見つけた木の実だけだったね。ハワード、そっちへ行ったぞ。わかってるよ。見たか、僕が追い詰めたんだ。どんなもんだい。どうしたの？飛び羽を捕まえたんだ。苦しそう。どうすんだ？ハワード、食べるんだろ？僕は、その、メノリはどうするつもりなんだよ。私は、お願い、話してあげて。怪我をしている。話したところで生きてはいけない。私がやる。ルナ、私たちこれからもどのくらいここで暮らさなきゃいけないのかわからない。その間を生き抜くためには逃げるわけにはいかない。俺がやる。でもやめて。かわいそうよ。食べた方がいい。嫌いよ。ベルなんて大嫌い。シャーラ。分かってあげて。
ベルが本当はとっても優しいってこと、一番知ってるのはシャーラじゃない。キノクズもっとかけて。うん。私、ベルがみんなのことを思ってやったってこと分かってる。でも、でも、勝手なこと言ってごめんなさい。いや。ごめんなさい。ベル、私いけないことをしているのは分かってる。でも今は許してほしいの。今だけは。うん、分かった。ねえ、リーダーのことなんだけど、この中で一番ふさわしいのはベルなんじゃないかな。え？ベルはこの島で生きるために大切なことをいっぱい知ってるよ。俺には無理だ。でも俺はルナがいいと思う。私？ダメダメ、統率力とかないし、おっちょこちょいだし。でも思いやりがある。うん、ルナなら僕も賛成だ。私も賛成。カオルはどう思う？いいんじゃないのか。本当に無理だって。何言うてんねん、覚悟決め。メノリとハワードはどう思う？7人のうち4人が賛成なら多数決で決定だ。仕方ない、それでいいよ。じゃあ新リーダーはルナに決定だ。頑張りや、ルナ。うん、みんなに推薦されたからには頑張るか。その意気や。狭いシャトルでの寝起きに疲れがたまって苛立ってるみんな。ここは一つ開放感あふれる湖に家を作るしかないか。うん、あそこは水も食べ物もぎょうさんあるしな。チャコが測量し、シンゴが設計図を書いて、みんなも力を合わせて木の切り出しに頑張るんだけど、次回きっと仲良く暮らせる。特別な手紙、どこかに置いて行こう。旅立ちはいつだって勇気がいるけど、ためらわないで、どこまでだって歩いて行く。広げた地図は空に描き出してく。